Hi guys, welcome to HotRedit.HotRedit へようこそ、司会のあゆみです。皆なさんどうお過ごしですかフロリダはめっちゃ暖かくて、夜はちょっとだけ肌寒くなるけど、毎日ポカポカで、今これ着てるのも暑い、ちょっと汗かいてるぐらいで、あとは夫婦で、今壁を黒にしてるんですけど、ブラック、ダークグリーンやね。YouTube か Spotify でビデオポッドキャストを見ている人は、 見見えると思いいます見に来てくださいめっちゃ可愛くない色あのソファーのオレンジとまた合うんですよ色が可愛いいですあとは来週には親友がテキサスから遊びに来るのでそれを楽しみに今週はね頑張って乗り切ろうと思いますエピソード2のトピックは Today I fucked up 私今日やらかしちゃいましたですこれがねまたやらかしやからねそれは面白いよね で今日も前回同様2話紹介するんですけどあの、ね、2話とも性行為とセックスあの下ネタがいっぱい出てくるのであのそういったお話が苦手な方はお控えくださいそれでは一話目は Today I fucked up 今日妻と恋に落ちてしまったことでやらかしてしまいました去年親友二十八歳女性と私二十九歳男性は結婚しました 愛し合っていたからではなく30近くになってどちらも愛する人を見つけることができなかったらお互いと結婚すると20代前半に決めた協定を約束のためでした友達たちみんなが次々と結婚して子供ができるのを見ていたのをきっかけに私たちも「そういえばあの時の約束」となって結婚式を挙げるまでに至りました周りの人々は私たちがずっと付き合っていると思っていたので びっくりするぐらい簡単にみんなこの関係をすぐに信じました新婚の数ヶ月は気まずかったけど楽しかったですこの私たちの関係についてのルール特にセックスについてのルールを決めることが気まずかったですやるのかやらないのかやるのならこれはメイクラブ愛を持ったセックスなのかお互いを愛すること自体許されるのだろうかなどいっぱい問題がありました でもさっき言った通り楽しかったんです関係を築いていくことや愛情行為それに失敗してもお互いその過程を楽しみました私たちの性生活は彼女にとってはうまくいかなかったみたいですことをしようとするたびに私のことを長年の友達と見ることしかできなかったようで彼女の中に入れる途中に顔を見ることが気まずすぎるので彼女は顔を手で隠すぐらいでした ちょっとさすがに突き刺さりましたねこんなこともお互い笑い飛ばすことができました他の人たちとやるのがお互いにベストだと決めて私たちはもうセックスをしないことに同意しました2022年まで早送りしますバレンタインデーが近づいてきています既婚者として初めてのバレンタインデー親友そして今は妻となった女性に深く恋に落ちてしまったことに気づいてしまった既婚者ですあー 悲しい新婚1年目に37人とやった妻37人その中の2人は共通の友達です5人はただのワンナイト私の誕生日当日に妻とやった後ゴースト・オブ・ツシマ」というビデオゲームを私から借りた常連にはまだゲームを返してもらっていないし「ゴースト・オブ・ツシマ」なんかちょっと日本入ってきた「ツシマ」「ツシマの幽霊」 アメリカのゲームらしいです。私はと言うと、結婚してから、一人としかすることはありませんでした。しかも、たった一回だけ。適当に他人とやるのは、私には合っていないし、特に妻であるかないかはさておき、誰かに恋をしている、間は、知らない人とはしたくはありません。やった人数を比べて、妻に恥ずかしい思いをしてほしいわけではありません。彼女は、以前同意したことに背くことは何もしていません。とはいうものの、 私は今どううしようもないい状況にいます。妻の私を見るときの目つきだけで私は彼女のロミオではないと分かりますロミオとジュリエットね私は彼女の性生活やいろんな事情をシェアできるいい友達でしかありません今もしこの気持ちを告白してもいいことなんて何も起きないと思います切なだからこのバレンタインデーは彼女が38番目の男と遊びに行く前に 可愛いメッセージカードとお花を買ってあげて夫の役を演じるつもりです彼女はその男のインスタを見せてきました彼はサーファーで体にはサメに噛まれた傷までついていますその傷が今でも傷んでいますように意地悪でごめんなさいということでこれでお話はおしまいです誰かこのこ投稿を読んでコメントをすることがあれば一緒に笑ってあげてください 不幸な時に笑うのは得意なんですがさすがに今回はちょっと手伝ってほしいです長すぎて読めなかった人へのまとめ約束を守るために親友と結婚彼女と恋に落ちる彼女は私と同じ気持ちなんてことはないだろう私は今若い女という名の妻の日記の脇役として行き場がありません悲しすぎるなんかちょっとなんだろうななんか切ないし悲しいしでもちょっとね パテティック絶対意地悪やなそれはパティティックっていうのは何て言うんなんかな日本語に日本語にしてもよく分からんねん通訳しても哀れな痛ましい情けないそうなんか情けないねなんかちょっともっと勇気を出してごらんって思ってまうかなゆみはちょっとだってさ 振ら,れる振られるかもさ知らん分からへんしさでもすごいね37人 <laughs> 元気だね若,若い女若い女の日記29とかってことやんなすごいななんか25になってもう結婚3年目の私からしたらよく分かりませんが楽しんでるようで。 いいけどまずその女の子気づいてないんかなって思う多分気づいとと思う普通に気づいてる上で無視してるんやろうなあの都合のいい関係やから愛されてるけど私誰とでもやりに行けるっていうめっちゃ都合のいい関係やからこの結婚する前に絶対に好意があったと思うねんお互いにで、まあそれもコメントでいっぱいそうやって同じこと言ってる人がいてて多分お互いに好意を持ってたから そんなんだってなんもだってやったやんちょっとやったやんちょっとやちょっとやるぐらいまでには好意があったんやろほんでできへんかったからあのかっこよくなかったんかなその主がだから無理ってなったんやろなうん都合がいいなめちゃくちゃ、まあ、女の子は全然ほんまに何も悪いことしてないと思うけどかわいそうやなって思わんのかなって思うしどう,どうしたらいいんやろな あいみやったらら気持ちを伝えて終わらせるだって意味ないやん結婚しててもこんな哀れな人生別れた方がいいと思います告白して別れるか告白してうまくいくかだと思いますコメントを読みます一つ目は Tom from PG さん結局なんで結婚したの友達からシングルだってバカにされるのを避けるため 独身よりこんな状況にいる方が1万倍変だと思うよ確信して言えることは絶対にこんな状況に子供なんて持ち込んでくるなよ <laughs> ああここで子供持ち込んできたら惜しまいそれはベイビートラップやねだから子供も子どをあの授からせてこの結婚から逃げられへんようにしだしたら人間として惜しまい まあ、その彼女が子供欲しくて彼も子供欲しかったらもちろんいいんですけど1年に3040人とする人は多分今は子供いらないと思いますで2個目の dog, うん99%の確率で互いに惹かれ合っている同士が友情を壊さずにかつ他の人と遊び言い訳としてこういった約束って使われているような ただ独身なことが不安な人たちはこんなことしないよ。これは大惨事のレシピだよ。いやもう絶対にそう絶対にあのちょっとお互い好きででも付き合うまでには至りたくない他の人ともやりたいだからまあいい年になったら結婚しようそれまではやりまくろうっていう約束やな約束に聞こえるな悲しいほんま悲しいどうしようもないやんどうするん どうしようもないって言いながらも、歩あいみやったら絶対に告白する。告白して終わらせる。っていう意見です。私たちからしたら。私からしたら。私たちって誰ですか ?2 話目いきます。ほんまはね、この1話目を2話目に話すつもりやって、でも悲しすぎるから、訳しながら、あ、これ切なすぎて悲しすぎるから、これでポッドキャスト終わらせたくないと思って、この2個目が。 面白いよもう面白すぎてちびるかもしれん Today I fucked up 俺今日やらかしちゃいました2年付き合っている彼女20歳女性が俺25歳男性にセックス中にかける音楽が変で弾いてしまうと言ってきました終わったそれは終わった少しだけ背景を話すと人生で初めてやった時少し緊張で怖ばってしまったのと 何をしているのかほとんどよく分からなかったのでその後どうすればうまくなるかを調べていましたその時音楽を流してその曲のリズムに合わせてするとより良いセックスになるとネット上で読みました音楽のリズムと合わせて揺れとんねんなもう無理やもんこの時点でセックス中にかける曲を探し自分がこのリズムなら合わせやすいなと思う曲を選んで じっくり時間をかけてプレイリストを作っていましたクリンジ、so、プレイリストには数曲あって彼女が大嫌いで弾いてしまうと言っているあの特定の曲は実は俺の一番好きな曲なんですなんで彼女がこの曲が嫌いだというのに2年もかかったのかが理解できませんセックスに合った曲だしリズムもバッチリなのにでもやらかしたなぁと思うのが 彼女がこのプレイリストが好きかどうか他の曲を追加したり何か変えたいことはあるかもっと前に聞いておくべきだったと思います。俺たちの政治上はかなりいい感じだと思っていたのに2年間何も言わずにこの曲のせいでセックスが台無しだとずっと思っていた彼女とのこのすごい気まずい現状にちょっとイラつきます確かにね2年ね思ってたのに言わなかったのはねきついね。 ほとんど毎回この曲を流していて何回も聴いているから絶対彼女は飽きていたと思いますそんなことも知らずに彼女がこの曲を好きと思っていましたがそれは正反対で無知だった自分への恥ずかしさも感じています元カノについて触れる必要はないかもしれないけど元カノたちは一度もこの曲について文句を言わなかったので多分今の彼女だけだと思います 正直言うとこのせいでセックスが気まずくなってしまって俺たちの関係は終わりそうですこの間なんて音楽なしでやっていた時あ頭の中ではあのお気に入りの曲に合わせて彼女をついていたらついていたらってやめっちゃ頭の中ではあのお気に入りの曲に合わせて彼女をついていたら気づかれてやめてと言われました痛い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 心が痛い。 本当に完璧な曲だと思っていたし彼女をつくのにパーフェクトなリズムだと思っていましたいつもこの曲でクライマックスしていたし彼女がこの曲が大嫌いなことが衝撃的すぎますこの曲のリンクを貼っておくのでぜひ聴いてくださいで YouTube のその音楽のリンクがあるんですけどそれはエピソードの詳細に貼っているのでぜひ忘れずに聴いてみてください めっちゃこうユニークな曲でいいって思う人がいるのは全然衝撃的じゃないんですけどこれに合わせてセックスはね無理すぎてえー、絶対言うもう最初から言うかも1回目で普通にえなんかこの音楽ちょっと気まずいからやめてくれへん2年か2年言わへんかった彼女も悪いと思うこれは長すぎて読めなかった人へのまとめ俺の大好きなセックス用の曲を「 彼女が大嫌いだったことを言ってこなかったので2年後の今そのことを告白されてめっちゃ気まずいですこれね歩みはどっちも悪いともうどっちも悪いっていうかどっちも何って感じ何って感じそんなことあるまず音楽が終わってる <laughs> あのこんな音楽に合わせてやりたくはありません歩みはでその言わへんかった2年も言わんかった彼女も絶対悪いよね 思ってることとは言わんんあかんよパートナーにはしかもセックス性,性,性生活って大事やんトップコメントがエクスタニティさんからこんなバカな人がいるんですかありえないこんなことを信じたくありませんまず1つ目に彼女とやるときに毎回同じ曲使うなよ2つ目に絶対この曲にするなよ冗談かそうじゃないか知らないけどこんなことを考えることすらバカげています 聞いてみてみね、音楽。すごいよ。<laughs> えー、もうあの音楽に合わせてつ,ついてたんやな。ついてたって日本語めっちゃ気もないそんななんかそれ以外分からんけどなんかやだ。ということで Today I fucked up ね。ねみんなやらかすよね人生で。でもこの人たちはやらかしまくったよね。みんなは、 自分がこの状況に陥ったらどうしますかコメント楽しみにしていますっていうかめっちゃオレンジじゃないライティングがオレンジの光しかなくてメイクもちょっとオレンジ気味であのソファーもオレンジやからオレンジ女なんですけどオレンジ似合う女やからよかったこのポッドキャストは始めたばっかりなので友達とかにシェアしていただけるとめっちゃくちゃ嬉しいです それではまた次回のエピソードでお会いしましょう。バイ。